当時のホームグラウンドから電車で20分ほどの郊外。ほう、こんな店が。 PM1 時、56フェア。ほんとかよ。おい、ほう、それなりに出してやがる。しかし客付きは5割程度。イベントだってのにどうなってんだ。出玉順位を見てもどうやら5、6フェアってのも嘘じゃなさそうだしな。ほう、ここはオキスロが多いのか。こりゃどうやらここで食ってるやつもいそうな感じだ。なるほど、店の半分がオキスロとは。パイ島、ハイビニ、シオマール、これほどの有料店がこんなとこにあったとは。たまには見回りの範囲を広げてみるもんだぜ。しかし確かこの店のある駅はホクロの地元だったはず。あの野郎、この店秘密にしてやがったな。まあいい、メダル太郎か。攻略リスト入りに決定。さて、せっかくの56フェア、何か売ってくか。バッタリ。お、王子さん、なんでこの店に。おくろ、てめえこんな良さげな店秘密にしとくとはなかなかやるな。え、そんなんじゃねえっすよ。ここオキスロばっかだし、確かに出てるんだけど、なんかオキスロって謎な台多いし、攻略要素もないし、引き勝負だし、王子さんは打たないかと思って。バカめ、俺がオキスロ打たねえと思ったか。特に今日は56フェア、しかもライバルもいねえし打つしかねえだろうが。オキスロは情報が少ないからな、若いウザガキが寄りつかねえんだよ。いても親父ばっかだ。むしろ狙い目なんだよ。親父から見りゃあんたもウザガキでしょうが。そうだな、今日は天井もなくハイエナも効かねえから、より人の少ないこいつだな。しかも爆発力は最近のオキスロじゃトップクラス。大選びの手がかりはほとんどないが、この島娘、偶数設定は化けの確率がいい。今日は56フェアだからな、当然6狙いとして、化けをよく引いている台2、3台ピックアップ。その中からここでアドリブが効かねえやつは勝てねえ。じゃあ俺も打ってみよう。で、どんな台なんすか島娘って。とにかく化け引きゃいいんだよ。ストック放出なら化け後5ゲーム以内にビッグが放出され、うまくいきゃ連チャンだ。5ゲームでダメならそれでおしまいだ。単純だろ。 PM4 時。よし、がっぽり稼ぐぜ。俺昨日経験で12万出したぜ。本当かい。俺3万負けたぜ。120番台だろ、一番いいのは。128番だって。俺7万買ってんだぜ。昨日夕方になったら客が増え始めたぞ。うるうる。そうよ、そしたらよ、お座り1本でドカンよ。へえ、そりゃピーテンかい。そしたらあんた、なんと9連ちゃん。漏れたの、おばちゃんは。さあ、あの人今日は海打ってんじゃねえの。何か親父の社交場になってきましたよ。ま、郊外のスロヤのオキスロコーナーなどこんなもんか。お兄さん、お兄さん、悪いんだけど、ちょこっと俺の7揃えてくれんか。ランプ回ってんだけどよ。悪いね、残りコインがもうなくてよ。うまいじゃん、お兄さん。入ったら私のもお願いね。ヒロちゃんクラスの速さだったぜ。また頼むわ。おいおい、勘弁しろや。店員に頼め。こっちだって打ってんだよ。冷たいやっちゃ。そんなこと言わず頼むよ。あと2000円しかねえんだよ。無視だわ、無視。いいじゃん、目押しくらい。不愛想だな。そんなんじゃ女の子にモテねえぞ。てめえで押せ、7くれ。目押しができねえならパチンコやれ、ボケ。甘いんじゃねえ。今時のキレる若者じゃ。ヒロちゃんなら心よく押してくれるのに。ヒロちゃん、誰？ったく、うぜえ親父どもだぜ。しかし、すっ
かり嫌われ者っすね、常連親父たちに。ところで誰なんすか、ヒロちゃんって。知るかボケ、目押しのうまいジジイでもいるんだろ。とっとと満杯出して、こんなジジイだらけの店とはおさらばだ。おお普段うんともすんとも言わねえからビビるだろう。これが醍醐味。よし、化け子、この5ゲームが勝負。放出しろ。ち、ダメか。せめて今の化けでモードが変わってくれりゃいいんだが。よーし、引いた。よし、今度こそ来い。あと2ゲーム来い。あと1ゲーム来い。よっしゃー。島娘ではリプレイ外しなどほとんど効果はない。とっとと消化して連チャンに。きたー、花形1ゲーム連チャン。大放出のモードに入ったぜ、間違いねー。ほらほらほら、どういう連チャンすか、すげー。この1ゲーム連チャンこそ島娘の魅力、たまらんぜ。うん、うわぁ、睨まれてる睨まれてる。よそ者に出されて悔しいか。やめてくださいよ、俺はここ地元なんすよ。俺まで来られなくなっちまいますよ。あ、ヒロちゃん。ヒロちゃん、おお、遅かったな、ヒロ。BM6 時。ヒロちゃん、コーヒーサンキュー。ヒロ、早速だけど7揃えてくれ。ヒロ、ヒロちゃん、こっちこっち。全然親父じゃないじゃないですか、爽やかな若者っすよ。知るか。うたんのげ、今日は。今日は軽くチェックだけだよ。ヒロ、どっかに言い台ないんか。出ないぞ。塩マール123番とかいいと思うよ。私にも教えて。パイ島の107番かな。ヒロちゃん、7揃えて。はいはい。俺も俺も。へー、オキスロコーナーのアイドルっすよ。一瞬にして嫌われたおじさんとはえらい違いだ。ヒロちゃん、おいら用事で帰るからここ打ちなよ。いいよ、ここ。じゃあちょっとだけ打っちゃおうかな。出た、ヒロちゃんの白手袋。あれが出るとすげえ引き見せるんだよな。素敵。なんすかありゃ。沖縄のスロマニアの親父がやってるな、たまに。コインで手が汚れなくするためだ。だが今はもうめったにね。あんなことをすんのはやろう。え、どこ行くんすか、おじさん。最近の出玉ナンバーワンのほとんどあのヒロとかいうやつか。BM10 時。じゃ、お先、今日は上がるよ。おう、じゃあな、ヒロ。一杯やろうぜ。おい、ホクロ、今日の五六イベントは明日もあるんだよな。そうっすけど。あのバカの度肝も抜いてやる。ありゃ相当のワルだぜ。汚れた汚れた。悪？あの人が？どこがですか？全然王子さんの方が悪に見えますけど。見とけよ、明日化けの皮剥がしてやる。はい、どーん、チャンネル登録といいねで乾杯。